ミニマルワードローブチャンネルの星葉です。今日は、何をご紹介するかというと、僕がですね、夏になるとよく外しの一足として履いてる、ヘススカノバスという、ミニマルワードローブで見ていただいている方にはもうおなじみだと思うんですね。ちょっとこのなんともこう抜けがあるというか、抜けもありつつちょっとこういうね、足を入れたりすると足のこう形がこうもろに出るんでエロいんですよ。とにかくエロいし履きやすいし、この靴実はとある方に教えてもらって、でなんだろうその靴と思って履いてみたら、だん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 気になり始めて、あまりの履き心地の良さに虜になってしまったという、この不思議な靴があるんですけど、このヘススカノバス、これは流行らせた張本人というか、ザ・ヘススカノバスとでも言えるんですけど、これがですね、実は僕が編集長を務めているフォルツァスタイルのシニアエディターやってる谷中さんという人がいまして、とてつもなくいろんな情報を知ってて、ファッションのことに対してものすごく知識が豊富なこじらせてる男がいるんで、今日紹介したいと思います。谷中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こじらせてるとある人ですという、本当はね、もうこの10年ぐらい、そうですね、ずっとフォルツァでもいつも一緒に、もう創刊当時からだから10年ぐらい、多分一番古い2人って感じですよね。もうそうですよね、とにかくファッション雑誌とかいろいろやってると、知識とあと経験値とものすごい豊富なんで、話しててもいつもね、なんか結局一杯で収まらないで、何時間も飲み続けてしまうっていう感じを、ずっとやってるんですけど、この谷中さんがですね、履いてたのがこのヘススカノバスで、そもそもなんでこれ出会ったんですか？それこそ、ここの関わってるその松尾健生君、もちろん NRTA の今 ね、そうですね、レーシングチームのウェアをデザインして、デザインしてて、が彼が僕と同い年なんですよ。なるほど。で、つながりがあって、で彼のインスタとかで、たまにちょこちょこ紹介をなさってて、でその靴何なんすかっていうところから始まって、そしたらうちの会社というか、そう一緒にやってる会社で、ディストリビュートというか仕入れてて、で、そのカラーパレットもこう靴をこういろんな色で並べてて、インスタグラムに載ってますよね。丸く並べておいてるんですけど、それ見てちょっと面白そうな靴だなと思って、で一回見てみたいんですけどって言ったら、サイズあるんでいらっしゃってくださいっていうふうにお誘いいただいて、で見に行ったんですよ、ショールームに。そう、直接ちょっともう物も見てみたかったんで、行ってみて、で持って軽ってなって、で確かにぐにゃっとなって、確かにこうなりますからね、柔らかくてって言って、でちょっと履いてみてくださいよってサイズ出してもらった、ちょうどそのいいのがあったんで、一足履かしてもらったら、これ何みたいな、もうぐにょぐにょだし、なんか本当に裸足、なんつったらいいんですかね、直足履いてるみたいな、確かになんかもう本当にノーストレスだったんで、じゃあ一足そのまま合うんで買ってきますみたいな感じで、でも最初正直僕さ、ご存知だと思うんですけど、僕ずっとニューバランスの仕事をしてて、こう一番、ニューバランスの仕事も長かったですね、履き心地の良さのスニーカーのなんかトップランクみたいなの履いて仕事してるじゃないですか、だからこんな薄いので、1日履いてたら、結構辛い、最初はいいけどなんか夕方なんか脱ぎたくなるみたいな癖あるじゃないですか、ってなったと思ってたんですけど、1日履いてても全然履けて、で単純にそれおそらくこの柔らかい帰りのせいで、なんか裸足で歩いてるみたいな感じ で、でそこから気に入っちゃって、もうずっと。これスペインなんでしたっけ？スペインです。スペインの、普通のシューズメーカーなんで、この形だけ作ってるわけじゃなくて、普通にボートモカシンとか、なんならウィーメンズの靴とかも作ってるトータルシューズメーカーらしいんですよね。禁止シューが入ってるんですよ。そうなんですよ。これがこのなんだこの変な靴みたいな本当になんちゅうなんかこう餃子靴でもないし、でしかも一枚革でこうわざわざここつまむみたいな、確かになんか不思議な、そのここの浅具合というか、浅い感じと甲の見える具合とか絶妙で、これちょっと僕一回今ちょっと履いて、これね履いてみるとこんななんですよ。こんなこの履き加減がわけわかんない、この変なこの間抜けな感じというか、なんか変な靴でこういうところ、僕ちょっと外反母趾系もあるんでこの辺当たるんですけど、柔らかいんですよ。もう本当だから半年履くと自分の足ってこんな形だったんだって分かりますよね。分かります。で後ろレザーソールになっててすっげえ歩きやすいんですよ。で上とか結構リラックスした麻のシャツとかちょっと太めのパンツは今日履いてますけど、それにこれ履くだけでめちゃ外しになるっていうか、いやなります。
だその健生君と話した時は、はい、健生君とかの感じだとスーツの時に硬い靴じゃなくて、うん、わざとこれ履いて外すみたいな、なんかその感じがちょうどあのリラックスっぽいあのカチカチのスーツからちょっとどう外すかみたいな時に、うん、素足かあの本当に薄いソックスでこれを履くみたいな、うわこれちょっと攻めてんなっていうのにやられてしまったっていうのが、それも購入のきっかけになったんですけど、うん、そこからでも本当に履いたらもう夏場マジでこれ以外履けないのと、はい、あの多分履いてるとあれですけど臭くなんなくないですか。あ確かに素足で履いてても多分これレザーソールだからだと思うんですけど、うんうん、1日履いてて普通他の靴履いて嗅ぐとあちょっとあのこれきついなってなるんですけど、うん、全然あのそのまんまでも大丈夫、まあ、気になったらあのアルコール消毒すればですけど、うん、そう臭くなった記憶があんまないんですよね。うん確かにとにかく不思議なこのヘッスカノバスなんですが、これあれなんですね、有名な方が、はい、あの履いてるんですよね。そうなんですよ。なんていう人でしたっけ。クリオ・イグレシアスがレコード売り上げ世界ナンバーワンぐらいの人じゃないですかね、うん、というラテン歌手。そう、はい、その人かっこいいのよ、はい、なんかあのダブルの柔らかいジャケットとかセットアップとかジャケパンとか着てて、で突然これなんですね。足元赤いヘソスカノバスが履いてるんですよね。履いてますよね。ちょっとイケてるというか、全部ねインスタで見るとね出てくるんです。まあ、まずヘソスカノバスといえばこの一番有名なこのステップダウンを ね、 そうですね、踏めるスリッポンなんですが、はい、これまあ別にかかと踏んで履いててもいいんですよ。別に普通に単靴として履くのもありなんですけど、うん、箱はやばい。箱こんな細いんですよめっちゃちっちゃいんですよ。これ普通の靴の箱の半分ぐらいですよ。半分ぐらいなんですけど、こんな細いんですよね。でさらにここにねカタログがあるんですけど、ヘッスカノバスのこの微妙な色、これやばくないですか。この変な色やばいっす。変な色、これもう紫の、もう誰履くのこれみたいな。めちゃくちゃ空張りあるみたいですからね一応靴袋もついてるんだけど、靴袋小さそうこんなちっちゃいんですよこれ。でゴールドでこれやっぱ黒に金っていうのがここがもうやばいですよね。ここめちゃめちゃ変。それがいいんですよこのなんちゅう靴。ここにクオリティシューズって書いてあるんですなんかもううさんくささいっぱいなんだけどかっこいいんですよこれが、ね、ということでこのヘッスカノバスぜひ買っていただきたいんですが、はい、今回なんとなんとなんとまさかの別注していただくことになって、わーすげー。ミニマルワードローブというか、はい、まあこのサイトでもいろんな別注もやらせてもらってるんですけど、うん、まさかヘッスカノバスやってくれるんだと思って、ね、はい、まあ、ここにもありますけど、なんかこう結構なんか対応力はあるらしいんですけど、はい、まあ、あくまでスペイン人なんで、はい、どういうノリで受けんだろうと思ってたら、はい、結構きっちりとやってくれるみたいな話を聞いて、はい、ちょっと僕も驚きました。ちょっとねそれがこれです。じゃん、真っ黒バージョンなんですけど、ね、しかも脂肪側。そう脂肪側でこれ、まあ、脂肪側って結構その、はい、まあ、あのギュッて皮を絞ったりしなきゃいけなくかり叩いたりするじゃないですか。あんまり薄くあのすると裂けちゃうというか割れちゃうんですけど、はい、そのギリギリの薄さまでやってくれたらしいんですよなるほど見つけたというか、はい、こう一番ヘススとして出せる脂肪側の一番薄いのまで頑張ったってというきましたというやつです、ね、しかもですよこのさっきから何度もヘンチクリンだヘンチクリンだって防護してるこの黒金のこの金の部分を刺繍をなんと真っ黒にしちゃったっていう、本当すみませんっていう感じなんですけど、いやでもなんか仕上がり見たらこれだから、まあね、ちょっとこれが目立ちすぎて嫌だなみたいな人は、はい、いいですよね。いやこれかっこいいっすよ。なんならこれここまでいけば仕事でも履けんじゃねえかぐらいなでもこれ履いてたらサラリーマン怒られるかなみたいな。いやこれもう本当にもう絶妙ですよね。絶妙、めちゃくちゃ絶妙。そういう変な靴なんです。変な靴っていう言い方ちょっと失礼ですけど、うん、もうヘッスカノバスの方には大変お世話になりまして、素晴らしい。いや本当にもうこんなの誰が履くんだっていうふうに思うんですけど、これは僕はもうめちゃめちゃ履くと思います。しかもこれマニアックなの好きな人はたまらない。いやもうよだれが出ちゃうやつだ。外しで履くには一番。でもこれ本当にまああの今まんま買わすけど、うん、これまあハーフラバー、まあ、ちょっと貼ると帰りがちょっと若干硬くなりますけど、うん、履いてても全然減らないし、まあ、ちょっとつま先だけ気をつけるとないとあの皮がペロッとなっちゃったりとかあるけど、あと雨、うん、雨降っても多少の雨だったらここつまみだけなんで、うん、全然
濡れないし、まあ、ちょっと滑るのだけ気をつけてたんですけど、割と僕だから小雨の時とかもバンバン普通に履いてってて、意外とあの織り工靴です。なるほど、はい、という不思議なこのね変な魅力にぜひ、ね、どっぷり使っちゃってください、ね、これ多分この別注するのはなかなかもうな次あんまりここでしかミニマムワードローブでしかないんじゃないかと思うんで、はい、こんな攻めた別注やばいですよねこれやばい、まさかの黒刺繍。そうこれ本当に ありがとうございました。出来上がったということなんで、ね、ぜひ。僕はいいですね。僕も早速履くつもりでいるんで、もあぜひ、はい、一足オーダーして、はい、ちょっとありがとうございます。ぜひ皆さんこの魅力に取り憑かれちゃってください。騙されたと思って一回、はい、僕はこの谷中さんに騙されたと思って騙されました、はい、騙されましたって言うめちゃめちゃいい靴なんで、ぜひ最高の、まあ、かっこいい外しとして履いていただければと思います、うん、ヘッスカルバフス、ぜひ、皆さん手に取っていただければ、いかがでしょうか。ということで今日は谷中さんに来ていただいたんですが、谷中さんなんか直近の最近の面白い話とかなんかないんですか。最近の直近の面白い話、なんか宣伝でもいいんですけど、宣伝なんですかね、なんかフォルツァでやってる企画でもいいですし、まあ、そうですね、フォルツァの動画にやたら出る人たちが増えてるっていう、増えてきましたね、なんか動画がオジーズたちがなんかわちゃ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 してるんで、おじさんコンテンツ今人気なんですね。そうですね、なんかちょっと面白くなってきて、なんかみんな好き勝手に、なんとなくみんな言ってるけどコアな部分はつながってるんで、なんか集まるとわちゃわちゃ面白いので、はい、なんかYouTube のそのまあミニマムワードローブの流れからフォルツァの動画を見ていただけるとありがたいな、はい、ぜひぜひ、はい、そちらもご覧になってください。いろいろ出てますんで、それからこじらせてるコラムっていうのもずっとこじラグっていう、こじらせラグジュアリーっていう、なぜかエルメス のものを買ったら同じものを10個買うとか、そういうわけわかんない買い方をしているのがこの谷中さんなんですね。コラムがやばい、めちゃめちゃ面白いで、見識が高い、だけど狂ってるそうですね、はい、ちょっと頭いかれてる、頭いかれてるんですけど、はい、まあ、めちゃめちゃ面白いんで、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。ということで今日はいろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今度またそうですね、楽しい企画で、そうですね、これ履いてみんなで出ようみたいな、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。